ヨハネス・オイスリツェヌスは、ドイツの科学者。立体科学に関する業績で著名である。過激派プロテスタント進学者、グスタフ・オイスリツェヌスの息子ヨハネスは、1835年6月24日、プロイセンザクセン州のクライナイクステッドで生まれ、1853年に、ハレ大学に進学した。1853年10月に、家族と共に、 アメリカ合衆国へ移住した。短期間、ハーバード大学の科学者、エベン・ホース・フォードのアシスタントして働き、1855年に、ニューヨークの公院教習所で講師の職を得た。1856年に、ヨーロッパに戻り、ハレ大学において、ビルヘルム・ハイン・リッヒ・ハインツと共に、科学の研究を続けた。1860年、チューリッヒ大学を呼び、 チューリヒ工科大学において教え始め、1868年までに科学の教授となった。1870年、チュ中立ヒ大学の正教授の地位を保ったまま、ゲオルク・ステイドラーの後を継ぎ、チュ中立ヒにあるスイス工科大学の一般科学の教授となった。1872年、アドルフ・ストレッカーの後を継ぎ、ビュルツブルグ大学の科学部長となり、1885年、 ヘルマン・コルベの後を継ぎ、ライプツィヒ大学の科学の教授となり、1902年12月6日に、そこで死去した。1860年代末まで、ウィスリツェヌスは、有機化学を研究した。乳酸の異性体に関する研究は、同一の化学構造を持つが異なる、物理学的性質を持つ二つの物質の発見に、繋がった。彼はこの違いを、機械性と呼んだ。 ビュルツブルグにいる間に、ウィスリツェヌスは、有機合成における、エチルアセト作産の利用法を開発した。1897年に、ウィスリツェヌスは、ロンドン王立協会の外国人会員に選出され、翌1898年でイビーメダルを授与された。ありがとうございます。